源氏物語、源氏物語の登場人物、キリツボ行為、キリツボは、紫式部の物語、源氏物語の登場人物。主人公、光源氏の母、アゼチダイナゴンと北の方との一人娘で、キリツボの行為。高級では、後ろ盾がないこともあり、極として、清涼殿から最も遠く不便な、地芸者を与えられたことから、キリツボ行と称する。 早くに父親を亡くしたが、父の遺言を受けた母北の方の尽力により、一族最高の期待を背負って受代した。出家した兄が一人いる。特別身分高い出自ではなかったが、既立ボミカドの調和を一心に受けていたため、他の女王も、皇位たちから疎まれた上、彼女らの後ろ盾である重鎮の貴族からは、ヤギヒにあてこすられて、有形無形の嫌がらせを受けた。 その振動から、病気がちになり、三角の第二王子を出産するも、源氏が三歳の夏に病状が急変、里織直後にそのまま死去。尿後にもできなかったことを後悔した三角により、十三味を追蔵された。若くして亡くなった、発酵の女性という他には、際立って印象に残るエピソードはない。彼女に似た藤壺は最初、母に似た、玄師の憧れの人として、後には、 罪の共有者として思いや役割を果たし、その藤井壺に似た面差しの少女若紫は、源氏の妻として彼の人生に大きく絡んでゆく。彼女たちのつながりは古家にちなんで、紫の縁と呼ばれるが、彼女たちの通称も、また霧、藤井などいずれも紫にちなんでいる。霧壺の巻が、長魂家をオマージュして書かれたことから、 キリツボ行為のモデルはヒロインのヤギヒであると考える説や、また藤原沢子をモデルとする説などがある。ありがとうございます。